健康保障長寿社会の実践は安倍内閣の成長戦略の大きな柱で、この健康医療戦略推進本部が司令塔となって戦略的に医療分野の研究開発と健康医療産業の育成を進めてまいりました。その核となるのが2年前に設立したエイメドであります。エイメドでは本日武田先生や本望先生にご説明をいただいた研究のように、難病や後遺症に苦しんできた患者の皆様の生活を大きく変えうる重要な研究成果を次々と生み出してまいりました。私も皆様と今拝見をさせていただきまして、人生が大きくこれは変わって、未来を諦めていた人たちにとってです、新たな未来がこれは手に入れることができるという大きな成果を生みつつあると、このように思います。さらにさらなる成果に向けて、府省の枠を超えて研究課題や成果を一元管理するデータベースを充実させ、戦略的効果的に研究開発を進めてまいります。中でも特に重要な分野の一つが、日本が世界をリードしている再生医療分野であります。未来投資戦略2017にも革新的な製品の創出促進を盛り込んでいます。今後は iPS 細胞や本日の本望先生のお話にもあった幹細胞などを用いた先進的な再生医療技術の実用化を加速していきます。また治験数を大幅に増加させ、海外ベンチャーの日本移転を生み出した早期承認制度など、再生医療の成功モデルを医療機器をはじめとした健康医療戦略の他の分野に拡大していきます。さらに国際展開も進めてまいります。アジア地域に展開する介護事業者の支援と、アジアの介護人材育成により今後急速に高齢化が進むアジア全体で健康長寿を作っていくアジア健康構想を推進していきます。また医薬品についても新興国の事情や期待も踏まえ、ウィンウィンの形で日本企業が進出できるよう、政府、学会、医療者等が支援できる仕組みを作ることで、日本の医薬品産業のプレゼンスを高めてまいります。これらの取り組みを着実に進めていくため、石原大臣を中心に関係閣僚の皆様のご協力よろしくお願いを申し上げます。